以前芸術工房のいいことスイッチ、いいことスイッチ、イエーイ。サイさんです。大丈夫です。以上です。はい、今日の動画は、はい、今日はですね、告知でございます。非常に重要でございますけどもね、埼玉と大阪で2カ所でですね、王子さん、リンさんとですね、合同オフ会でございます。イエーイ、やったー。埼玉は8月19日。詳細はですね、概要欄にちゃんとリンク貼っときますんでね、王子さん、リンさんの動画でチェックでございました。チェック。そして大阪、こちらはですね、まあ僕たちがですね、主にやらせていただくんですが、はいはい、日程は8月5日、場所は大阪府社会福祉協議会研修室1、時間は10時から17時です。応募もう急いで急いで、はいはいってやらないと来れないかもよ。頑張る、頑張って応募する。なんかサクさんが今日ね、変なんですよ。テンションがね。ということでね、これもですね、概要欄に貼っておきますけども、おそらくですね、これ一時募集っていう扱いなんですけども、ここで人数が集まってしまうと終了ということで、もう完全にちゃんともう今すぐ、もう見たら今すぐ、今だよ、今応募フォームにですね、応募してください。お願いします。定員は80名ほどということですね。あの大阪の府会の方はですね、タッグデュエルなどもありまして、そしてですね、埼玉の方はなんとね、浴衣縛り。素敵。なんとなんか3つぐらいのブースに分かれてとかいろいろ聞いてますからね、すごい、いいと思いますので、両方来れる方はぜひ来てください。来てください、お願いします。王子さんからビデオレターいただいて、ありがとうございます。これちょっとですね、ぜひ皆さんこれをねご覧いただいて、もうこれもうすぐ応募してくださいね。それではどうぞ。いいことスイッチさんの動画をご覧の皆様、こんばんは。王子ミンデュエルチャンネルの王子とミンです。今回のオフ会は合同ということで、僕たちも大阪に遊びに行きます。以前の大阪オフ会に来てくれた方、今回初めて来てくださる方、いいことスイッチさんのファンの方も、皆さん一丸となって盛り上がっていきましょう。西日本の皆様の圧倒的なパワフルさで、埼玉以上の盛り上がりになることを心より楽しみにしております。埼玉ではお祭り風オフ会も開催するので、そちらは私たちのチャンネルでアップされている告知動画をご覧ください。以上、王子ミンからのメッセージでした。バイバイ。